服部と十郎明治十三年は、古市中国高岡の文化、教育などに、功績のあった江戸時代、明治時代の町役人、政治家。高岡城主を公園として整備した、高岡古城公園の創設者である。高岡由緒町人の天野屋の十三代目として、高下二年八月九日に生まれる。父は、高岡町半生時代最後となる総町としより、 服部三郎左衛門、元行、母は同じく由緒長人と三武八代、前五郎の長女、民子である。名は元吉、はじめ果十郎を通称とし、後に伝兵再び果十郎と改めた。姉に政子、妹に李久子がいたが、いずれも養説したため、果十郎は一人息子と同じように育った。三歳で字を知り、 八歳の時津島北京に学び、後に、福光の宮永信縁に指示。幼い頃より、京市、四文、和歌の他書画もよくした温厚徳学の君詩人であった。明治元年十月、24歳で家督を継ぎ、同月、高岡学館正し学となる。この年は大飢饉が起こったが、貧民救済に奔走し、一人の餓死者も出すことは、なかった。 廃藩置県後の高岡の所属は目まぐるしく変わったが、明治5年5月には、郷長兼古長に、翌年には、第17大区区長となる。明治7年、片原町に開校した南の、小学校に、育英小学校と名付け、教育第一主義を堅持し校舎新築に取り組む。明治9年3月、高岡学館後に、北陸随一と言われた。 高岡育英小学校を落成、教育界でも多大な貢献をした。過重老の功績で見逃せないのは、高岡古城公園の創設である。金沢藩は、明治3年、財政的な事情から突如、高岡城跡を民間に払い下げて開墾する、胸の通達を出した。それを受けて、七尾県は払い下げを断行、落札者も決定していたが、 加十郎や後に市長となった、鳥山慶次郎らの西願運動が実を結び、払い下げは取り消され、開墾されることなく2年後の明治8年7月4日、高岡城跡は、正式に公園として指定された。1955年、開園80周年記念にあたり、古城公園中の島に、服部加十郎先生聖徳碑が混流されている。 カ重郎は二十は27歳の時に、妻の文子を20歳で亡くし、父も、明治3年から、眼病のために盲目となり、さらに寝たきりとなってしまうなど、家庭の不幸が続いた。カ重郎は11年間中や父親の看護に勤め、その間に眼退職と復職を繰り返し、そのうち、カ重郎自身も31歳より、肺結核を患い、 父の死の2ヶ月後の明治13年3月27日に34歳で、逝去した。号は、高徳院道元日、勤子寺。高岡市日光山妙国寺に墓がある。父方の家系である天野屋の初代、服部人神吉連休は、美濃郡城の出身で、先祖は、服部トが守る草順。天正年中。 前田利家の越前府中時代に御用商人として、召し抱えられる。後に、年長に従い、越中森山から富山に移った際に、天野屋三郎衛門を名乗った。三郎左衛門は二代目正友であり、後に、天野屋伝兵を、家督の名にする。正友には十二子があり、柳沢義康に仕え、お牛宗来の皇帝として、江戸時代の分断を引っ張ってきた。 服部万南角は、彼の外孫にあたる。聖徳元年第四代の伝兵衛正武の時、藩主の宿である、御本人に指定され、天保四年には、服部と聖が、名字御免になり、高岡由緒長人筆頭として260年以上も、高岡の町年より、町役人を、断続的ながらも務めた。ありがとうございます。